でも滝にはその木が、上げてくる、飛ばせるよ。ナツメグみたいなやつ、あの赤いに飛ばせるよ、はい、外の皮を半分ぐらいはずじゃん、うん、それであと取ってやる。カイミの感じ。あ、やべ。俺も金だよ。当たっちゃった。やめろー。僕の顔が今可愛かった。やめろーって感じだ。顔なみ落としてマスクある。あ、びっくりしてね。そうなんだ、今日可愛い。届かないですか。今日左ね。は？無理じゃないんです。そこだけはピアッと。じゃあ行きは真ん中。真ん中もっと過酷になる。いや無理だと思うよマジで。怒られると思う。動画に撮られてさらされる。さらされはしないと思うけど。何をしたい？昨日なんか届き物が雑魚がいっぱいいて、うん、台叩きそうだったね。みんなでなんかマウスしてて、うん、その時のやりインカムやり取り相当ひでえから面白かった。でも一人なんかね、もう縦のになりすぎたってるよね。縦？四角になるよね。何の気がする？あ、リモキャッチャーか。いや、揺らして取れるよみたいな。で、下ではなんかもうゆらゆら揺れてんだよみたいなことあって言うから、うん、あ、じゃあ、近くで一緒に揺れればいいじゃん。あ、そうそう、それそれそれねって、アホかーって言われて、うん、こっちねえ、見ないし、鼻で返して下で本業ないねー。一人で作るよね。やだ。ちょっと疲れたな。あれよっか、ちゃんちゃん。ちゃんちゃん、あれよっか。ちゃんちゃん、うわー嫌です、顔はね、えーみたいな顔しないの、ポップは。はぁ、あ、じゃないの。はい、ため息ついたよね、今ね。ひでえ犬だな、お前。尻噛んでやる。お前かよ、みたいな。はぁ、あ、だって今。ほんとひでえ犬だな。山頂までは行かなくていいか。うん、別に。嘘、行く。あ、うん、どっちでもいい感じだったよね。俺も。今日は多分何も見れねえでしょ。うん。来週もほとんど雨だしな。そうだね。まだ水曜日また工房やめて。ジンク祭り。ピー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 。あの若と二人がみたいな感じな。ご飯食べたい。そうね、そんな時間。まあ1時じゃけ。え、もう1時？はあ、え、今日は時間、時間時間が大切なんで、スタンプマンだな。たまには。たまにはスタンプマンだな。スタンプって。ああ、要は御朱印までだな。いや、全然そういうのもないけど。どこでラーメンするかな。
くりしたもん。重い重かったこれ。はい、けいちゃん。いや、重いさ。運気になってんのかなと思った。はい、待って。おい、あー、下に下ろしがいいじゃん。あ、そっか。はい、重いな、お前。まあ、こんだけの大きさあるからね。いや、でも6キロのトビンよりは全然可愛いよ。プラス2キロか。ほぼほぼスピッツ抱っこしてるな、ほんとに。バンバン。でも通った。いや、森さんのアドバイスを聞きながら。今日はこっちの話だけ見てよ。50個持ってきてくれるとね。うん、たまには中っていうか別に、うん、どうせ混んでんだろうなと思って今日。しかも今日曇ってるから何も見えない。
しょ。どうやって鳴らすの？